さあ有馬記念、武豊とドウデュースの復活、早いものでもう有馬記念。個人的に今年は金杯を人生2度目の風で、回避することになり、2023年は22年よりも足が鈍るかなと思っていたんですが、おかげさまでなんだかんだ2022年と同じぐらいの競馬観戦をすることができました。有馬記念も昨年は風で回避したホープステークスも指定が取れたんで、現地観戦に行けない方はぜひチェックしてもらえればなと思います。さて、いよいよ有馬記念の週ですね。週ですねというか、もう明日明後日ですよね。武豊騎手は土曜2クラ、日曜日1クラ、とにもかくにもドウデュースなんですけど、秋3戦目。お父さんのハーツクライが無敗の三冠馬ディープインパクトを破った2005年も秋3戦目でした。調整の方はジャパンカップ後からプールを中心に調整、なんとプールは14日入ってますね。合計49周してますね。なかなかの出席率ですよね。コースは先週武豊騎手がシーウッドで7ハロン99秒、6ハロン82秒8、3ハロン35秒7、1ハロン11秒0と、かなりの1ハロン11秒0は切れますよね。最終追い切りはポリトラックでの追い切りで、さらに昨日はプールをさらに2周とですね。すごい、めちゃくちゃプール入ってますよね。マイラー体型って言われるのは、プール調教で肩がね、鍛えまくられて、隆々になってるのがあるんじゃないかなと思うんですけど。有馬記念枠順も今回は内目ですね。3枠5番、グレード制導入後1桁馬番でなぜか5番だけ勝ち馬がいないんですよね。鬼門なのかなというのもちょっとあるんですけど、5番に入った有力馬はドウデュースの父ハーツクライも3歳児に10番人気で9着に敗れてますね。ステイゴールドも4歳5歳と出走してそれぞれ3着10着と敗れてますね。武豊騎手としては過去ワールドプレミアで5着が1回あります。あと有力馬だと東海帝王が4歳児に1番人気で11着で敗れてますね。今回スターズオンアースとスルーセブンシーズが大外に入ったことで、今まで以上に枠順の吉原氏が取り沙汰されてますけども、ドウデュースに関してはそこまでマイナス材料にはならないかなと思いますね。それよりも武豊騎手復活の有馬記念という舞台が揃ったということで、ここで勝つのが武豊ですよね。天皇賞秋ジャパンカップで我々武豊ファンはモヤモヤしてますからね。有馬記念での復活を期待してやめません。今回馬券はドウデュースの単勝とドウデュースからの馬連で考えてます。相手は印重め順で紹介していくと、丸はソウルオリエンスですね。皐月賞の末脚を見た時は3歳はこの馬、3冠全部この馬かなと思ったんですけども、意外と伸び悩んでますね。今回は鞍上を変えてきたんですが、それがうまい具合で作用してくれるのではないかと期待しております。3番手黒三角はジャスティンパレスですね。ディープインパクトさんクラシック、長くいい足を使えるのがこの馬の持ち味で、中山よりも東京向きではないかなとは思うんですけど、昨年有馬記念に出走して7着ですね。その時のマーカンド騎手は体が出来上がってない分、最後に用意道になった時にフラフラして加速ができなかったっていうことだったんですけど、今回は天皇賞秋2着から、臨戦体制は昨年の菊花賞からの臨戦体制よりも揃ってるんじゃないかなと思いますね。白三角は3頭ですね。シャフリヤール、これはもう応援馬券の見合いが強いですね。シャフリヤールは頑張ってほしいですね。ドウデュースシャフリヤールでワンツーってのが最高なんですけども、難しいだろうなと。あとタイトルホルダー、引退レースでディープボンドアイアンバローズがどういう競馬をするかですけども、その馬たちよりも内に入ってますし、展開乗りはあるかなと思いますね。あとは必要以上に絡まらなければ、できれば2着ぐらいでね、ドウデュースの2着ぐらいで頑張ってほしいなと思いますね。そしてスターズオンアースですね。大外ではありますが、内目でも多分白三角以上の評価はしなかったかなと思いますね。一度フェアリーステークスで走ってますし、中山よりも東京向きかなと思ってます。ドウデュースを頭にソウルオリエンス、ジャスティンパレス、シャフリヤール、タイトルホルダー、スターズオンアース、5頭に流したいですね。明日の土曜日は2クラ、ディアサクセサー。前走はランボ岩田息子が5着ですね。
前年層竹豊が騎手が逃げ切っての勝利ですね。レアリゼンレーブ満了賞ですね。前走は林道賞を、まあ、渋った馬場が答えたらしいんですけども、今回はまあ両馬場だと思うんで、まあ、巻き返しに期待ですね。ただまあ下の2クラはちょっと応援だけで見るだけにしようかなと思ってます。馬券は阪神カップ1クラだけにしようかなと。アグリ、ピクシーナイト、ダディーズビビット、ロータスランドの馬連ボックスで考えてます。明日の競馬は一休みして明後日の有馬記念に備えたいと思います。有馬記念は朝一で参戦予定ですね。日曜日はまあ夕方から多分連投ができるかなと思います。途中でスマホで上げられたら動画アップしようかなと思うんですけど、結構人がね多すぎで Wi-Fi がね多分全然効かないかなと思うんで、まあ隙を見てできたら昼間も投稿できればなと思います、まあ、もしかしたらこっちは Twitter とかになるかもしれないですね。それでは有馬記念頑張りましょう。